どうも所長です、今日は PCR 検査をやるので誰かの参考になればいいなと思っております。で、使うのはアナコロナ PCR 検査って感じで調べたら出てきた、ちょっと一番安そうな雰囲気があったやつ。これからカンボジアに行くんですね。カンボジア到着の72時間前に受けたやつの証明が必要なので、僕オンラインでいいやと思ってちょっとこれにしました。交通費とか手間を考えたら合計したらこっちの方が安いなと思って。で、英語の陰性証明がもらえるそうなので、今から本当に10分後ぐらいにズームをつないで、お医者さんの指示のもとパスポートを見せて、あれしてこれしてって検査を行います。検査を行った後にこの箱をポストに投函すれば、あさっての出国までの間に届くでしょうっていう手はずです。まだ僕は説明書を読んでいないので今から読みます。中に入っているものは至ってシンプルで、唾液採取用の何これ、多分唾液を取ってくださいと言われるんでしょう。ご利用ガイド、説明書、あと袋、あとセキュリティシール、最後箱閉めるとき用のシールがあります。ひたすら唾液を出して振ったらバーコードを貼って終わりって感じなのかな。はい、説明書読んである程度流れを理解しました。これからですね、ズームを開いてつなげて検査をしてきます。手元にパスポートと送られてきた検査キットを用意しただけです。はい、今検査が終わりました。まさに10分ぐらいでした。10分ぐらいでお姉さんというかお医者さんと1対1でズームをして、この採取キットを開けてください、唾液を今入れてください、蓋をしてから丸めてから梱包をしてシールまでセキュリティシールまで貼ってくださいっていう風に流れに沿って一緒にやりました。自分の住所を書いたらもう出しちゃってくださいと。で、僕は少しだけ不安なのでポストに行くんじゃなくて郵便局に直接渡しに行きたいと思います。簡単でしたね。本当、唾液を出してる時間のチーンっていう待たれてる時間がね、ちょっと恥ずかしかったです。恥ずかしかったです。はい、情報によると検査キットが到着してから24時間以内に結果が出ます。さらにその結果が出た2時間以内に陰性証明書が PDF で送られてきますと。陽性であった場合は保健所へ連絡が行って指示を受けていただきますということですね。最近混んでるからちょっと遅めになるかもしれませんって言われたので、到着して言うて5時間でしょとかいうのを思わないようにしたいと思います。つまり到着するのが早ければ早いほどいいということなので、今がお時間がだいたい1時ぐらいなので、郵便局の3時とかのやつにも乗せていってもらえるように持っていきたいと思います。急げ。投函というか窓口で渡してきました。何も問題がなければ明日着くそうです。ポストに入れてなんか回収のあれで遅かったりとかしたら怖かったので窓口で出して一応確認してみたら明日の午前ってことなので、つまり明後日の午前までには陰性証明が取れていると。で、明後日の午後に僕は出発するので OK そうです。はい、はい、次の日の次の日、あさって、つまりあさって、つまりあさっての、今は朝8時ぐらいですが、今日の夕方の便で出発します。そして PCR 検査についてとても怖かったです。おすすめできるものじゃないかもしれないってちょっと思いました。ちょっと危なかったですね。カンボジアに到着する72時間前の要件で1時頃に検査を受けて、ポスト投函をして、結果が出たのが24時間足す7時間ぐらい、24時間足す7時間24時間足す10時間ぐらいですね。34時間でした。
結果的には良かったんですが怖かったです。唾液を採取して速達で出したやつがそもそも届くスピードにだいぶ時間の差がある。もし届くのがですねもう12時間遅かったらとかとても怖いですね。届いてから結果が出るまでが約5時間だったんですが早いのか遅いのか分かんないんですよ。届いてから24時間以内に結果を通達しますっていう、本当は24時間の幅があるんですね。昨日の夕方にキットが届いたよってメールが来たんですが20時間経ってもさまだ結果が出てないってなった場合やばいメール来るかな来ないかなってなりながら、で間に合ったとしても紙に印刷できるかとか最悪のケースも考えて、もうコロナビジネス極まりない、足元を見ている極まりないリアルタイムの PCR 法かつ陰性証明書かつ2時間のやつで4万円、本当不快になるぐらいのねすでに採取したやつが届いてるんだけど結果出るか分かんないからどうしようみたいな、4万を使って確実に行くかチキンレースにはまりそうでした。危なかったです。というかなんなら寝る前に結果が出ていたので助かりました。よかったです。安心してコンビニで陰性証明書の PDF をとりあえず印刷して持っていきます。カンボジアに来て髪も切った後なんですが、まあそんなの置いといて、で陰性証明書をもらってこれで無事入国することができました。特に様式を細かく見られた覚えはありません。ただ英語が載ってればいいのかなっていうだけです。唾液のリアルタイム検査、英語でいう RT-PCR 検査で値段は9900円で陰性証明が3300円、トータルで1万3200円のものでした。普通に英語の陰性証明がもらえるので大丈夫だと思います。アナさん的には国内用だし外国用に使われて責任取れませんっていうことだったんですが、英語が載ってればそれでいいんじゃないっていう風にね、検査方法とかなんか唾液なのかスワブなのかとかがあると思うので、あと日数ですよね、かかる日数に気をつけてくださいということです。一番気になったのがこう撮ったズームをした時間ではなくて陰性っていうのが分かった時間が記載されているので、多分ね僕が思ってたよりのと違うんですよね。ちょっとよく分かんないんですけど、なんか OK そうでした。これはカンボジアだから許されたのか他の国だと許されないのかちょっと分かんないんだけど、でこれは注文をインターネット上でしてから最短で翌営業日、土日とかを抜いた営業日で発送されてくるということで、メールが来てあのいつズームをするのかっていう予約をするんですね。なので先に買っといてお家に届いておいてずっとキットを持ったまんまズームの日を待つことができます。なのでギリギリに申し込まなくていいのでなんかいいなって僕は安心して思ってましたけど、危なかったのであまりおすすめするものじゃないかなが、意外と安いのかなとも思います。では以上、あくまで自分で調べて自己責任で行ってもらうようにお願いしますね。だけどなんか参考になってたら嬉しいです。見てくれてありがとうございました。僕のカンボジアでの動画も上げていく予定なのでぜひ見てください。またね。